さあ、今日は調理する分ぐらいしか取ってきてないです。これをちょっと調理していきます。まず真ん中に包丁を立てると。それでサイドにのけていくと。あ、こうやって咲いてったら黄色くなっとるんやね。ばあちゃん、これぐらいで切ったらいける？これぐらいで食べれる？さっきを切っちゃったらこれぐらいは湯がいていいの？先っぽばあちゃんよく落としとったんで、これを、これでいいんか。この茶色いところをのける。茶色というか赤いところを。包丁でこそぎ取ってのける。これ皮なんか、いつも見とったけど、自分でやってみるとなんか難しいもん。まあ、一個できたとしたもんか。はい、出来上がり。これは、ばあちゃん曰く、腐りやすいように、三つほどに、こう、ちっちゃく分けといて捨てると。ほい、じゃあ、あとは中の作業。はい、じゃあこれを洗うて湯がいていきます。洗うていきます。洗うのか、洗うとかも、靴下やのか。あ、伸びたんじゃない、ある程度これ。それで、鍋をさっきかけとかね。それ分かってもらえます。で、これを切ってたら、半分に切って。おー、よう切れる。もう半分に切るか、それは。縦に。こう？はい。まっすぐ。こんなに切ったらおかしゅうない？焦点と言うたらんじゃないのか。あ、そう。ほんなそれだけでも言うたらんことはない。形を変えとなかったら。大きいのは四つ折り線って感じよね。はい、じゃあこんな感じです。これ入れていきます。一方を頭にしたら一方を尻にするんで。うまいこと入るように。ちょうどの数やったね、鍋で炊くに。鞘唐辛子、お手軽に唐辛子料理が楽しめます。ほんで、唐辛子を2個ほど入れて、はい、で、落とし蓋をして、あとはもう置いていく。で、これ、火弱めんでええの？沸騰したら弱める、うん。はい、もう何時間ですかね。5時間以上ぐらい、ずーっと火にかけてるんじゃないでしょうか。これ。これで、あとは火を止めて、これが冷めたら、外の棚にあの一昼夜ぐらいそのまま置いとくということです。これで冷めたら置きます。タケノコを一昼夜あの外に置いとったんですけど、ばあちゃんはまた米の研ぎ汁で煮出してたという。はい、ということでこれを洗っていきます。洗うときはこの白いやつがついてるのをきれいに落として、で、洗ってあのビニール袋に入れて冷蔵庫入れると。ぬかを落とすだけ。あ、ぬかついてる。こういう風にちょっとやったらきれいに取れるので、ぬかも。これを下のせておいた。ということで、しばらくはこのまま置いときます。また次の工程はやりますので。では、タケノコの味付けします。どう切る？これを。あのね、うん、これをあのね、うん、柔らかい色、ほんで、穂先はこのくらいから切る、うん、で、この縦に切る。まあ、とにかくこの柔らかいところとのけてもらう、うん、これで切ってどうするの、うん、これ一口大ぐらいに、うん、で、これをほら、ママンボこう、うん、もう一つのママンボ、それで一口大になるわ。大たらぐにゃっとなる、うん、均等に切ってよ。とりあえずこういう形で切っていくということです。どれぐらいに、こうやって見て、この辺中火？どこまでは強めてもかな。博多あご入りふりだしやって、かつお節、さば節、うるめあご、しいたけ、昆布、スカルテンドに入れて、はい、まあええ香り。これを入れていきます。ほい、よいしょ。入れたらね、それをもう鳴らして、おばあちゃんはもうこの時点で何にも入れちゃう。はい、ちょっと大さじ2ぐらい、それくらい入れたら、それくらいが入れないか。いっぱいもりもり、うん、元禄美人。お酒どれくらい入れる？大さじ1杯前入れたら、大さじ1ぐらい。そんなもん。みりんも入れる？みりん
味の母、お酒の併用は必要ありませんって会長で、他のみりんと違って、まあでもお酒入れてしもうた。みりん入れたら美味しいのね。どれぐらい入れるの？大さじ1杯ぐらい入れた。では、マルシマの出汁の素も入れます。はい、これ全部入れるそうです。あ、これ美味しいやつ、宇和島じゃこ天。半分前に切ったらいい？こう切って。あ、斜めに切るわけ、うん、おー、弾力性がすごい。で、これで入れる。その上から並べておいて。並べる、並べて入れる、こうやってバラバラと入れて、均一に。バラバラと均一にってどういうこと？全体に広がる。ほんで、落とし蓋。うん、これで落とし蓋、よし。ちょっと火を弱めて、うん、これはこのままもうちょっとないということ、しばらく。今入れた出汁が染み込むまで置いて、うん、醤油で。あんご出汁が出る間、2、3分じゃろ。1、2分煮出汁言うて回収。あんご出汁を出します。で、お醤油を入れる。我が家の醤油代わり、だしつゆ、煮物の味付けから麺のつゆまで、本醸造醤油と鰹節で仕上げた本格だしつゆ。これを大さじ1ぐらい入れるよね。味を見ながらやったらいい。あんまり受け入れたらもういかんよ。これぐらい。味は私が見てみろか。ほら、ちょっと少ないと思う、醤油は。これは薄いと思うけど、もうちょっと経ちます。大さじ2ぐらい多分。バッチリ、やっぱりおさじ2ぐらいでしたね。飲んでみや、これいい味で。いい味。それをコトコト煮たで、それで。じゃあこれをあとは煮つけていくと。あとはこれは煮つけていきます。出来上がりはまた後ほど。これどれぐらい炊き上げたかね。できたね。じゃあこれちょっと持ってきます。はい、できました。タケノコの煮つけ、こんな感じです。はい、私作ったタケノコの煮付けでございます。ではいただきます。さあ、味をちょっと見る程度食べてみます。うん、味付け醤油とか効きすぎてない。だしはしっかり出とって、優しい味付け、美味しい。でもこれタケノコはちょっと硬いかもしれない。もっとしっかり湯がいてもいいかも。時期的なものかな。うん、こっちは柔らかい。じゃこ天どうでしょう。うん、この噛んだ瞬間、すり身のうまみが口の中に広がってくる。めちゃめちゃうまい。宇和島のじゃこ天美味しいですね、確かに。これ、うわ、ビールは欲しい。バッチリです、美味しくできました。